前回の続きをやっていきまあ、ちょっとね、この噴水じゃなくてね、浄化噴水っていうのを作りたいんだけど、砂利紙っていうのがね、どうやって取っていいか分かんなくてですね、悩んでるんですが、とりあえず魚釣りをしてですね、いろんなところで釣ってレアアイテムを探してみたいなと思っているんで、それをやってどこかで偶然砂利石を手に入れたらいいなと思います。まずアイテムも整理、あ、お腹空いてる、大丈夫か、座っているのか。荷物の整理をやって、これでいくか。あと魚釣りをやるんで、まずね、この島からね、魚釣りをしたいなと思います。あと一回寝ます。魚釣りから始めます。もう全国の島、海でですね、魚釣りをしまくりたいなと思います。まずはこっちから行きましょうかね。あの崖の向こう側に海があると思いますんで、越えていきたいなと思います。石からさ、砂利石は取れないんだよね。やっぱりこういうスライムとかやっつけるとたまに違うものを落とすんで、それで砂利石を手に入れるしかないのかもしれませんね。島は何だろうな、木がたくさん生えている、ヤシの木も生えている。間違えた。まあね、これも使えるからね、別にいいけどね。イワシか。ここは襲われないからいいね。ここさ、夜になったらモンスターとか来んのかな。
かしたらさ、モンスターが来るかもしれないから。足しか釣れないじゃん。
けだぜ。ここはイワシしか釣れないな。あと文房具。
私と文房具とメタルスライムだね。ビルダーズ2の釣りよりもこっちの方が簡単だね。種類は少ないけどね、多分。でもアイテムままで釣れちゃうのは面白いよね、こっちの方が。と戦っても何ももらえないから、珍しいものもらえないからね。
朝が来た。うわ。石かな。私はついたくないんだけど、同じなんだね、この島ではずっと。でもやってみないと分かんないからね。
スアイムか。ただのスアイムだったらいいや。スライムがいるかどうかってこれじゃ分かんないんだよね。あ、上にいるね。もう夜が来たからちょっと、ご飯は大丈夫。じゃあ陸続きかな。なんか懐かしいねこれ。家具を並べるやつ。多分この辺で釣ってもね、イワシしか釣れないんだよね。島は行ったことあるのかな。ちょっと望遠鏡ね、火を立ってたよ。向こう側に行ったときに分かるよね。
だけ、あの巨大ななんとかと戦ったところで、ドロルだっけ、なんだっけ、巨大な肩の強いと戦ったところ、ちょっとだけ釣りしてみたい。足しか釣れないよね。夜釣っても朝釣っても変わんないよね。なんかそんな感じがする。じゃあちょっと拠点に帰ろっかな。これ釣っても何も変わらない。歩いて帰る。砂利石結局ね、分かんないね。旅の扉の向こうで魚釣りをして、偶然に砂利石を取りたいなと思います。おそらくね、砂拠点に魔物が来るような気がするか、どうやったって来るかもしんないけれど、ネットを行こうかな、ね、作れないかな。あ、これが作れる。これをどっかに飾ろう。どこでもいいんだけど。アイテムないかな。こういうのとかね、置きたいね。こういうのに乗せちゃうとかね。
あとなんか文房具吸ったよね、文房具。いっぱいあるから。これ置きたいんだけど、机の上に置くか。暗いけど屋根があるから昼なのに暗いんです。ご飯を送って旅立ちます。今日手遅かな。これだ。これが欲しかったんだよね。なんだ、簡単だった。でもその前にね、魚釣りを徹底的にやりたい。ツイスしても変わったものは釣れないかもしれないな。この島でさ、魚釣りの道具をゲットしたんで、同じ魚が釣る可能性が高い。イワシと鮭とマグロと、
しか釣れないのかな。やっぱり探検した方がいいね。あ、間違えたか。あ、この島でさ、魚釣りを覚えたんだよね。そうだよね。なんかどこがどこが分からなくなっちゃうね。先を急いでストーリーを進めてもしょうがないし、朝までとりあえず釣りして、次の日はちょっと探検しよう。この島をね、奥地で魚釣りをやってみる。間違えた。落ち着け。間違えた。早く目覚ましが鳴っても、そういつも彼女と暮らしていたよ。喧嘩したり仲直りしたり、ずっと夢を見て安心してた僕は、デイドリームリバーソンで彼女は食い
ずっと夢を見て幸せだったな僕は。いや、違うよ。ちょっと奥地まで行ってみよう。ああ。これ、しびれるやつだね。あそこなんだっけ。あそこで脱出したんだ、患者を助けて。やっぱりこの島で釣りを覚えたんだよ。魔物ハンタートロフィー、向こうに行くとキャタピラーの巣があって、病原菌を特定したやつ、病原体だっけ。まあこっちの方で魚釣りやったことないかもしれないから、ここら辺でちょっとずつ魚釣りをしてみようか。ちょっともうすぐ夕暮れなんで、ここで徹夜で釣りをします。
橋か。足しか釣れないね。
れじゃないか。ジャニー・イッシー欲しかったんだよね。こっち側でも魚釣りやってみたいね。足しか釣れない。あっちの対岸はなんだろうな。あるようなないような、ちょっと思い立ってどこ。魚釣りしよう。
らしいしか釣れないかな。帰ろうかな。イワシしか釣れないなもんな。なんかちょっと面倒くさくなってきた。帰る。これが作れるようになりました。これ。病人にもそんなあげたいところなんだけれど、きれいな水がないと作れないものがあったはずなんだよね。
これ作れる。金が足りない。これ金持ってなかったっけ？なんか使っちゃったかもしれないね、金が。もし行くか。綺麗な水を使って。でもかゆいやつ。まあ直せないよね。こいつは違うんだよ。場合じゃないんだよ。綺麗な水は欲しいっていうやつはいねえのか。綺麗な水が欲しいよっていう人はいたよね。いなかったんだ。じゃあThank you.
伸び室。忙しいだろう。調子なんだね、これね。調子なのか。そうだよね。部屋を作ってくれてあげたやつだ。次は何をやったらいいんだよ。じゃあちょっとやることがなくなったんで、ちょっと一回眠ってお腹も満たして、もう一つの旅人の扉を経てですね、魚釣りの冒険に行きたいなと思います。ご飯食って、ご飯あるよね。そういえばここで魚釣りやったな。釣れねえのかよ。まあ釣れたとしてもイワシしか釣れないだろうね。魚釣れないのかよ。
うちは行ったことないのかな。あ、でもあそこ壊してるね。あそこで魚釣りやってるね。あそこで魚釣りやったんだよ。多分拠点のね、近くじゃないかな。久しぶりだな。ここはいろんな魚が釣れて楽しいね。マグロじゃない。ここは楽しいな。ちょっとここはね、一晩中やりたい。
ひたすら魚釣りをやります。あ、イワシは釣ってもしょうがない、もういっぱい釣ってあるからね。イワシしか夜は釣れないのかな。
爪の真ん中に気づかなかった病人がいたんですね。この地自体をちょっとね調べようかなと思います。ちょっといっぱいダメージかった。ここが水辺の入り口。普通にイワシが釣れるのかな。
岸には、あ、島が見える。なんか立っててるね、上の方にね。行ったことあるんだね、そこね。でもどこか忘れてるね。どこだろうね、あそこ。この大陸とつながってるところだったりするかもしれないけど、こういう時こそね、地図を拡大する時だと思うんですけどね。この地図も曖昧だからね、これじゃ分かんないよね、全然ね。たくさん持ってんだよね、結構石炭溜まってんだよ、いらねえんだよ。
自治体はそんな秘密があったのか。ビルダーズ2のハートみたいだね。ビルドハート。ビルドハート。これでも取れたね。ところにあるけど、ないところにはないね。でもそれがある場所だけ行くので、気になるところには行かなくちゃね。多分ね、来てると思う。尽くしてる後だよね。
くんだよ。そういう来るんだよね。あーもうめんどくさい。めんどくさいな、アイテムの整理整頓。はあ、種はどこに行った？だって芝生の種だって。まあいいや、枯れ葉の枯れ葉、熊では熊で畑をいっぱい作る。ここはね、ジャングル庭園だから植えたら変わっちゃうかもしんないな。あと28個。
朝がね、静かな朝だね。水がないと育たないのかな。水の中でしか育たないかもしれないね。こんだけやっときながら、ビルダーズ2だったら確実に水の中でしか育たないね。でもどうかな。ああ、ジャングル庭園を壊れてしまった。ジャングル庭園。植えなきゃよかったな。ちょっともう一回買ってこよう。星があったらいいな。再生しないのかな。もう一回作っても
人がいたんだね。じゃあ帰るか。畑でさ、実を増やしてから使おうかなと思ったんだけどさ、わけわかんないことになっちまった。アイテムとしてさ、ちゃんと見えればさ、育て方とかも分かったかもしれない。作れないかな。ハートのやつ、料理で特別なものは作るみたいだけどね。仕立て台は仕立て台、仕立て台、何がない。女の子だね。よかった。これでまたボス戦ですね。パターン的に。ああ、セーブしちゃった。間違えました。ずっと脇の下に挟んでいたんです。この脇の下で発酵室されたものがあるみたいでございます。まあこんなだけ乾ければね。でも顔じゃねえからな。そう、肌黒いかもしんないからね。ああ、それはありがたい。アイテムがパンパン。こういうのはね、しまった方がいいね。しまった方がいいもの、しまった方がいいもの、こんなのいらないよね。
ウィザーズ2だったらさ、キノコとか育てられるかなと思っちゃうんだけどね。まあもう、あといらないものないかな。植物とか植えちゃった方がいいかもしれないな。ヤシの苗、これ植えちゃおう。あとここら辺もね、植えた方がいいよね。でということにしようかね。この子が元気になったという、あ、この子じゃないか。ああ、分かった分かった。ちょっとトイレ行きたい。ちょっと今回はここまでということにしようかな。今回の、まあいいや。すいません。今回はここでさな、さな、さな。